はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西のおつまみですね。おつまみ、マルエスさん、ゴルゴンゾーラが香る、イカ天、はい、カラマーロ・エ・フォルマジョって書いてありますね。カラマーロはイタリア語で、イカ、エ・アンド・フォルマジョ、チーズ、はい、北イタリアで生まれた世界三大ブルーチーズの一つです。ゴルゴンゾーラね。ゴルゴンゾーラチーズが持つ芳醇な香りと味わいは甘めの赤ワインと相性がぴったりです。はい、ワインのお供にって書いてありますね。はい、ね、開けます。あ、開けてます。開きました。はい、あ、最初イカですね。イカの香りがすごいですね。あ、アンデチーズの香り、うん、美味しい。そんなに、あ、ブルーチーズ感あるわ。うん、あるある。あ、すいません、最初ビールなんでね、僕ね、飲み始めはね、ワインじゃなくて、はい、ワインあるんですけど、あ、ちょっと後で。あ、う、黒ビールにも合う。うん、これ合うわ。見た目は普通のイカ天のちょっとちっちゃい感じですね。これ美味しいな。コクがすごい。赤ワインいきましょうかね。ね、可愛らしいカップでね。黒ビールの方が合います。まあイカ天ですからね、うん、まあまあチーズの部分は、まあ、赤ワインに合うんでしょうけど、イカ天の部分はね、やっぱりね、黒ビールの方が断然合ってますね、うん、で黒ビールチーズとも合いますからね、うん、黒ビールの勝ちだな、これ。まあでもこれはすごく美味しいです。はい、うん、で食感も普通のイカ天より、なんていうんですかね、クリスピーというか、なんていう、軽い感じが、うん、しますね。食感はね、味は奥深い、コク深い感じですね。うん、これは美味しいわ。うん、そんな癖はないです、うん、やっぱ黒ビール合うわ。普通のビールよりやっぱりゴルゴンゾーラっていうことで、多分黒ビールが合いますね、うん、美味しいなこれ。すいません、待ちことで、まじゃまじゃじゃまじゃ